はい、坂本です。今回は股関節の痛みがいつまでも治らない理由とその対処法についてお伝えしていきます。股関節の痛みといえばですね、代表的なのが骨の変形から来る変形性股関節症、これのせいで痛くなっているから治ることはないんですよということなんですが、確かに骨の変形で痛みが出ているのであれば、その骨をですねどうにかしない限り痛みというのは治らない、これは間違いないです。なので病院では最終的に手術をしてそこをどうにかしましょうという話になるんですが、これはですねあくまでも本当に骨が原因で痛みが出ているケースの話です。でも実際にはですねレントゲンの変形があっても痛みはない人、逆に言うとですね異常見つからないのに痛み強い人なんていうのはゴロゴロいるわけなんですよ。なので画像診断で変形があったとしても必ずしもそれが今の痛みとイコールになっていないということをですねまず知っておいてほしいんですね。そして本当に骨の変形が原因で痛みが出ている人というのは実際問題股関節の痛みがある人の中の全体の1割から多くても2割ぐらい、あとのほとんどの人は別の原因で痛みが出ている、こういったケースが非常に多いです。痛みが出ている原因が違うということはその痛みを消すためにやらないといけないことも今までとは違うということです。骨の変形と診断されてそれが痛みの原因ですよとなってそれに対してのアプローチをしても痛みの原因が違えばいくらやっても変わらないんですね。でそうなった時にですね骨で痛みが出ているのかそれ以外で痛みが出ているのかというこの部分をですね自分でもある程度理解できないといけないわけなんですよ。そこでですね骨かそれ以外かで分ける時の簡単な方法なんですが、まず骨ですね、これで痛みが出ている場合というのは骨の隙間が狭まってぶつかるから痛いわけなんですよね。そしてこの変形性と言われる病気は進行性と言われています。進行性というのは症状は悪化していくだけですよということですね。つまり一度なっちゃったらひどくなっていくかそのまま現状維持かどっちかしかないということです。良くなることがないということです。ということはですよ、傷ができてですねその傷口はもう一生治らない、現状維持か悪化していくだけとなった時にですよ、この傷のせいで痛みが出ていたら痛みは一生同じかひどくなっていくしかないんですね。つまり骨が原因で痛みが出ている人は同じ動きをしたら24時間365日どのシーンでも同じ痛み、こういう風になってきます。対してそれ以外で出ている痛み、主に股関節の痛みのほぼほぼの原因になっているのは筋肉なんですが、この筋肉で痛みが出ている場合というのはどうなるのかというと、筋肉の硬さによって痛みの度合いが変わってきます。単純に考えてもらって筋肉が硬くなればなるほど痛みは強くなると思ってください。逆に柔らかくなればなるほど痛みは弱くなっていくと思ってください。でこの筋肉というのはですね毎回毎回同じ硬さというわけではないんですね。ある程度の幅ですけども筋肉は硬い状態柔らかい状態とある程度変化します。これはですね、分かりやすく言ったら今から右手だけギューって握って1、2時間ずっとそのままキープしててくださいって言ったらいきなり硬くなりますよね。でもまた戻せばまた元に戻っていくというように、筋肉っていうのは基本的に負荷をかければその時は硬くなりますし、負荷をかけなければ柔らかくなる方向に進んでいったりします。つまり筋肉が原因で痛みが出ている人というのはコロコロと痛みが波のように変化します。その中ではむちゃくちゃ痛い日もあるでしょうし、あれなんか今日マシやなっていう日もあるでしょうし、これは骨が原因だと起こらないんですね。痛い日と痛くない日で画像診断した時に痛くない日はじゃあ変形どうなってんのっていう話になってくるわけですよ。なくなってるんですかっていうとそういうわけないじゃないですか。なので画像診断というのも自分の体を知るためには大切なんですが、それだけが全てというわけではなくてですね、他にもいろいろな観点から見てですね総合的に判断していくというのが大切になってきます。とはいえ筋肉は原因ですよって言って、じゃあ筋肉柔らかくなったら痛くなくなるんですよっていう話ですけれども、じゃあ筋肉に負荷かけなければそれだけで柔らかくなっていくんですか、ストレッチとかやってたらそれだけで痛み消えていくんですかってなってくるところなんですが、確かにそれで良くなっていく人もいるんですけれども、なかなかですね症状がちょっと進行してきたりするとそう簡単にはいかないケースっていうのがあります。それはなぜなのかというと、筋肉が柔らかくなろうとしているのを邪魔するものがあるからなんですね。だから筋肉はいつまでも硬い状態のままで維持されてしまうから痛みがなかなか改善してこない、そういうことになっていきます。なのでまずその筋肉をずっと硬くしてしまっている何かを取り除きつつですね、硬くなっている筋肉を柔らかくしていくというですね、この2つが大切になってくるんですね。大体ほとんどの人は筋肉を鍛えに行くか筋肉を柔らかくするか、もうここだけで止まっちゃってる人が多いです。もう筋肉が硬くなっているこの何かですね、ここをどうにかしないとこっちだけやっても無限に硬くなろうとする力が働き続けるので改善してこないっていうことがよくあります。ということですね、今からなんで筋肉がそんなに硬くなってしまうのかということと、筋肉を柔らかくしていくトレーニングを実践していきましょう。はい、ではですね、筋肉はなぜそんな無限に硬くなり続けるのかというとですね、筋肉を硬くし
ようと思えばそもそもどうすればいいのかというとですね、硬くしたいところに力をかけ続ければいいわけなんですよ。そうすれば筋肉っていうのは無限に硬くなっていきます。自分でずっと力を入れてるでもいいですし、ずっと荷物持ってるとか、ずっと何かを支えてるとかですね、これを毎回同じ場所に意識してやっていれば誰でもそこの筋肉をすぐ硬くすることができます。これをですね、無意識でずっとやり続けている人というのが筋肉が無限に硬くなっていく人なんですね。股関節の痛みといえば主に小回りになってきますね。まあ後ろっていう人もいるでしょうけど、ということはさっきの話で言うと、ここ周りの筋肉にですね、自分で無限に力をかけ続けていけば筋肉は何をしていたとしても永久的に硬くなる方向に進んでいくということです。じゃあですね、いやいやそんなことやってませんよって思うじゃないですか。そこがですね、治らないポイントなんですよ。自分でやってるって分かればやめれるんですけれども、やってるっていう自覚がないからやめようにもやめれないし、そもそもこれがそこにずっと力をかけ続けている原因になっているというのも分かっていないから、何をやめればいいのかも分からない、だから治らないということになってしまうわけなんですね。で、この無限に筋肉を硬くしてしまう、無意識にやってしまうことというのが何かというと、これがですね、痛みをかばってしまうということなんですね。痛みかばうときに力抜いてかばうってできるかっていうとできないんですよ。絶対にグッて力が入ってこういう風に沈みます。こんなん毎日やってたら筋肉無限に硬くなっていくわっていうのは分かると思います。それをですね、悪い方の足でずっとやり続けてるんですよ。これをやったまま他のことでこう柔らかくしていくやってもやっぱ無理なんですよ。24時間これをやられたら回復させる方が追いついてこない。そして筋肉っていうのは厄介なことに、硬くなってる期間が長くなればなるほどすぐ硬くなりやすくなる上に柔らかくなりづらくなっていきます。なのでずっと長引いてる股関節の痛みというのはですね、治したかったら今日からやってほしいことというのは、痛みをかばわないで動くということなんですね。そのためにですね、意識してほしいポイントというのを今からお伝えしていきます。まず体の力を常に抜く意識を持つということですね。もう今まで力を入れて生活するのが当たり前になってますから、まずは抜く意識を持つ。意識だけで構わないです。繰り返していけば徐々に抜けるようになっていきます。最初は抜けてなくても構わないですから、力を抜いて生活するという意識をですね、今日から持つようにしてください。そして痛いですけれども、できるだけ関節というのは大きく動かして生活するようにしてください。この時にいてってなって力をグッて入れたくなるんですけれども、入ってしまうのは仕方ないですが、少しでも抜くっていう意識を持って生活してください。これをですね、絶対基本として覚えてもらった上でですね、股関節を使うような動き、椅子に座って立つとかですね、しゃがんで立つとかですね、こういった時っていうのはですね、いてとなってもいいですから、できるだけ力を抜いて早くストンとしゃがむ。で、立つ時もできるだけスッと立つ。できるだけ力を抜いてスッとやってください。途中いてとなっても構わないですから、股関節はですね、できるだけ力を抜いてスッと動かす。常にどういう動きであったとしてもこれを忘れないようにしてください。そしてですね、特に歩く時なんですけれども、一番かばいたくなる部分なんですが、そういう時ほどですね、この腕ですね、しっかり腕を振ってほしいんですね。腕さえ振れば歩く時の勢いですね、ある程度腕がですね肩代わりしてくれるので、この腕の力で一気にスピードを出して足の力を抜いて歩幅を広くして進んでいく。これを繰り返すことによって足の力が抜けて、しかも股関節周りの筋肉がしっかり動いて、いいフォームで歩けるようになっていきます。それだけを意識して生活するようにしてください。で、これがあった上でですね、この股関節周りの筋肉というのを柔らかくしていけば状態というのはもっと良くなっていくので、今からその方法をやっていきましょう。はい、じゃあまずですね、壁に手をついてもらって、で、この股関節をですね意識して、足の力を抜いて大きくですね前後にこういう風に振っていきます。これをですね30秒リセット、今からいきましょう。しっかりですね、この股関節を動かす意識を持って大きくですね動かしてください。もう力は思いっきり抜いてくださいね。力を抜いて動かす、ここだけを意識してください。はい、 OK です。はい、じゃあ次反対ですね。30秒いきましょう。で、痛いのがですね、片方だけの人はですね、同じ足をですね、2回やってください。はい、OK
です。はい、じゃあ次はですね、足をですね開けるところまでですね開いてください。その状態からですね少しこういう風に膝を曲げて、この状態ですね手で膝の内側を持って外にですねこういう風に押していきます。これを30秒2セットですね、今からいきましょう。立った状態でやるのがしんどい人は椅子に座って足を広げてやってもらっても構わないですからね。基本的に股関節というのはですね痛くなる人はこういう風に内に入っていくんで、外に外にですねちょっと広げていきましょう。これもですね足の力は抜いて手でですね足をこうやって押して動かしていく。はい、 OK です。はい、じゃあ次2セット目ですね、同じようにいきましょう。はい、じゃあ次はですね足をですねできるだけ後ろに出してもらって、で足の甲側をですね地面にこういう風につけて、この状態ですね壁の方にですね両足をぐーっと近づけていきます。これいけるとこまで行ってですね30秒、きつい人は椅子でやってもらっても構わないです。これを左右今からいきましょう。これもですね力は抜いてくださいね。はい、OK です。じゃあ次反対ですね。同じようにいきましょう。です。はい、では今回の動画を参考にしてこれからの健康な体づくりに役立てていってください。ではまた次回の動画でお会いしましょう。